どうも、サーフゲームの肉のメガネです。本日はですね、新しいルアー購入しましたので、紹介したいと思います。こちら、シマロから発売されてる、ネッサシリーズですね。ネッサシリーズのシンキングペンシル。名前が、なんつったっけな。ビームドリフト。125S フラッシュブーストということで、フラッシュブーストが搭載されている、シンキングペンシルということです。サイズ 125mm の 40g ということで、非常に、サーフで使うシンキングペンシルでは、重いですね。重い。比較、このルアーと何か比較するものがあるとすれば、こちらですね。ジャンプライズさんから発売されてます、カットビボ。これもね、みんな、サーフやってる人だったらもう誰しも知ってると思うんですけど、カットビボと、まあ、比較対象、されるものだと思います。共通点がいろいろありまして、カットビボ 130BR。こちらはですね、38g。で、こっち 40g と、まあ、2g。しか違わないっていうのと、まあ、サイズは、サイズ5ミリ。まあまあ、ほぼ一緒っていう。5ミリしか違わない。このカットビボー、最大の特徴。これがですね、フォール時、バックスライドするんですね。バックスライドしながら、ウォブンロールをすると。いうのが、このカットビボーの特徴なんですけど、同じことするんですね。これもバックスライドです。ウォブンロールしながらバックスライドしていく。で、泳ぎも一緒ですね。泳ぎこうゆら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 しながら泳ぐ。これ一緒です。お風呂の中でね、ちょっと試してみたんですけれども、カットビボーよりこちら、名前なんつったっけ？ビームドリフト。ビームドリフトの方がフォールスピードはやや速い。そしてこのバックスライドしながらのウォブリングなんですけど、すごくタイトです。こんな感じ。で、カットビボーの場合はですね、もうほんと、この背の色と腹の色がこう入れ替えるような、このチラッ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 っていう、このコントラストっていうんですか？この、チラッ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 っていう、このカラーの入れ替えがはっきりわかるぐらい、こう、激しく動くんですけど、こっちの場合は、すごくタイト。すごくタイトです。っていう違いが、まあ、そこですね。そこちょっと違いがあるなっていうことで。あとこのフラッシュブーストっていうのが、魚釣りにどれほど影響を与えるのか、これが本当に、なんかね、村田はじめさんはあんまり言わないんですよね。このフラッシュブーストに関しては。フラッシュブーストいいぞってあの人一回も言ったことないんだよね。なんか濁すんだよね。それは釣り人が決めることですみたいな。だからちょっとこのフラッシュブーストに関してはどうか、これが本当にね、魚釣りに有効なものなのかどうかはわかんないですけど、まあ、とりあえず、こういうね、フラッシュブーストが搭載されているシンキングペンシルが発売されました。去年の12月頃発売されたような気がするんだよな。12月だか1月だか、もうちょっとオフシーズンですよみたいな時期に発売された記憶があるんですよ。だから私購入しなかったんですけど、もうぼちぼちね、本格的にね、サーフ始めるかということで、今回購入しました。ということで、今回これ初見投げです。初見投げレビュー動画になります。では実況の方どうぞ。いや、暑いな。もう夏だね。初夏。暑い暑い。やっていきますか。ここでやりますか。はい、ビームドリフト。やっていきますよ。初見投げ。飛ぶけど重てえな。
水深があるエリアなんで。本当はね、新編っていうあれじゃないと思うんだけど、あ、ちょっと水が濁ってるな。口がこうなってるんですよね、口が。多分それがあれなのかな、この巻いてる時の水、お、やばい、こう水を受けてるなっていう、あのシンキングペンシル特有の何やってるか分かりませんっていう、そういうのはない。あ、水受けて泳いでるわっていうのがこう伝わりますね。あー、でも重いな。あ、飛ば、あんま 飛ばなかったね。落ち着いたいな。あんた引っかかるな。暴れるなこれ。スコーンって飛んでかないな。嫌な予感がする。固定ウェイトだよね。風かな、風の影響なのかな。そんと同じ条件下でカットビブを投げていますか。カットビブはすげえなこれ。やっぱ弾道が安定するもんな。もう一発でわかる。ビームドリフト弾道が安定しないね。なんでだろうね。
フラッシュブーストが邪魔してんのかな。針がでかいのか。あれだね、ビームドリフトの方が、あ、動いてるわっていうのは分かる。ハットビポはちょっと分かんない。またまた同じ条件下でウェッジ120、飛ぶね。これもますね、こっちも。こう泳いでる動きが伝わる。はい、ということで、こちらネッサシリーズのシンキングペンシルビームドリフト 125S フラッシュブースト、ちょっと投げてきました。ちょっとね、風が強いっていうのと、あとは結構水深があるエリアで使ってたっていうことで、まあこれのね、こういうルアーだっていうね、その明確なあれは避けますけど、ちょっと買ってみたから早く投げたいなっていうことで、やってみましたけれども、そうだな、カットビボーが 38g なんですよ。で、これ 40g なんですよ。2g しか変わんないんだけど、重たく感じましたね。振り切った時に、重たいなっていう感じがありましたね。ひょっとしたら、朝まずめとかね、2時間、3時間、これを投げ続けるっていうのはちょっと、だいぶあれなのかなって、負担がかかるんじゃないかなっていうような印象を受けましたね。あとは、そうだな、ちょっとね、弾道が、まあ、風のせいがあるかもしれない。これはだからまた、ちゃんとね、いい状況下の時にまた使いたいと思うんですけれども、ちょっとなんか弾道がね、安定しないような、まあ、横風がね、ちょっと吹いてたんですけど、ちょっとなんか弾道が安定しないようなイメージがありましたね。でもカットビボーはそうでもないんだよね。カットビボーは、スコーンって、スコーンと飛んでくんだけど、そう、スコーン感がない。スコーン感が。わかる？スコーン感。キャストが決まった時のスコーンっていう感じあるでしょ？こう、うまく振り切ったっていう。それがない、これ。そう、投げてて思った。投げてて思った。スコーンっていう。バッチリ決まったぜっていう、スコーン感が、なかったね。今日使った竿は、あれなんですよね。ラテオの、100M を使ったんですけど、ロットのあれなのかな、 40g までいっちゃうとあれなのかな、 MH の方がいいのかな。そこら辺はちょっとどうなんだろう。多分次ちゃんとね、ちゃんと風があんまりない状況下でこれのレビュー動画上げるときはちょっとそこら辺も確認したいと思います。ラテオの100の M かMH で、その使用感、どう違うのか、そこら辺もちょっとね、確認したいと思います。ということで、まあ、今回は、投げてみましたよ動画でした。